今月2日のこと宮崎空港で飛行機が通過したわずか1分後地面が爆発しました爆発したのは滑走路の脇にある誘導路 幸い怪我人はいなかったものの大惨事になりかねない事態でしたその原因となったのが不発弾によるものと判明しましたので米軍製の500本の爆弾であるという報告は自衛隊から受けています不発弾です不発弾の探査などを行う会社は 数少ない事例として、あのそういう工事で例えば重機でたいたりとか、そういうことをしなくても、なんか理由がわからないのに爆発するというのが、突然の爆発、その脅威は実は関西にも。 ちょうどあそこに見えるマンションが発見された場所になりますはい、地中を掘削しているときに不発弾が発見されたというような状況でした 2>, 2年前、大阪府吹田市ではマンションの建設現場で不発弾が発見周辺では住民の避難や電車の運転取りやめが実施されるなど生活に大きな影響が出ました 約2500万円ほどの費用がかかっているというところが現状対応にはお金もかかりますが、見つかってしまえば処理をせざるを得ないのが実情行政側にとっては、見つからないことを祈るしかありません。 本当に関係機関も多く関わっていただいて、初めて処理がなされるようなものですから、できることであれば、発見されることがないというのが一番望ましいところかなというのは思うところです戦後80年たっても、関西の地中に潜み続ける不発弾。実は、その対応に当たるプロフェッショナルが京都にいます。 全国に4つしかない不発弾処理隊、そのうちの一つは実は京都の桂にあります。訪ねたのは陸上自衛隊第103不発弾処理隊。東は愛知県、西は山口県までをカバーする専門部隊です。こちらが米国製500ポンド普通爆弾の模擬弾になります。 こちらは宮崎空港で爆発したものと同タイプのものになります今回特別に用意してもらった模擬不発弾で日頃行っている処理訓練を見せてもらいましたこの爆弾全体が爆発するための一番初めのきっかけの爆発を起こすのがこの部分と頭についているそれぞれ2つの新間になります不発弾の多くには 新艦と呼ばれる起爆装置の役割を果たすものが取り付けられていて、新艦に力が加わったときに、中の爆薬が爆発するという仕組みになっているということです。安全な処理のためには、この新艦をどう取り外すかが最大のポイントとなります。ただめより米国製500ポンンドド普通爆弾の断定新艦離脱を実施するアンドル装着 ハンドル装着。ハンドル装着よし。装着よしよし。初動回せ。初動回せ。初動よしよし。よし隊員たちは特殊な工具を使って慎重に新艦を回転させていきます。一回転目八分の一回転ずつ実装する。八分の一回転回せ。 自分の1回転回せ。自分の1回転よし。よし。8分の1回転回せ。自分の1回転回せ。自分の3回転よし。よし。8分の1回転回せ。やはりあの劣化してますので、えー、回している途中にも固着をしてこれ以上回らないと。 いうようなことも十分考えられますので、そのような際には無理な力を加えないように、そこの場で一旦止まって原因を改善して、また次に臨んでいくと。ネジあま脱、11回転ネジ山離脱、了解。静かに引き抜け、静かに引き抜け。引き抜けよしよし。一人一三九、断定審判リハ成功。 少なくとも30分以上かかるという新刊の取り外し、この作業が成功すると、直ちに爆発する危険性はなくなるということです実際に爆弾を処理するときには、隊員一同、緊張感を持って臨みますが、日頃の訓練において、不安をなくして本番に臨むよう、常に訓練しておりますので。 昼夜問わず年間で200件もの通報を受けるという処理隊関西で不発弾が特に多いのは大阪で過去30年で24回もの不発弾の安全化作業が行われてきました背景にあるのは戦時中の大阪大空襲です過去大阪市で不発弾が見つかったのは

意外ななこことが分かかってきまししたたてて今月2日に突然爆発発宮崎空港のの不発弾同じような事態は起こり得るのか不発弾の探査などを行う会社に聞くと。 自然にの爆発する地域っていうのがある程度特定の地域に絞られていてまあおおよそ九州地方と沖縄地方あとあの関東の一部実はその自然爆発した地域とあの似たようなところに落とされた新撼っていうのはいわゆる時限爆弾と言われるやつで長いあの時間が経った後に爆発するっていうそういう仕組みの新撼 次元式の不発弾が埋まる地域の方が爆発のリスクが高いのではないかと指摘しましたこの新幹の機能というのが非常に特殊でしてちょっとの振動でも爆発するというような状態になっていたのかもしれなません遥か地下にひっそりと埋まる不発弾今後大惨事を招く事態は本当に起きないのでしょうかはい 不発弾の探査などを行う会社によりますと自然爆発しやすいのは次元式が多くこれは監査にはあまり投下されなかったタイプということなんですがただ陸上自衛隊の処理隊は何かの表紙で再び爆発する可能性があるということで太田さんん油断はでできませんねねそうです、ね、あの79年前の戦争、まあ、重要インフラを狙ったというビクの竹内さんのお話もありましたよね、はいうん、ちょっと私、心配になって今あの斉藤鉄夫国交大臣 ちょっと連絡してみたらですね旧日本軍の飛行場の施設があったところ、うん、まあ今も空港で使われている松山とか福岡、まあ、宮崎もそうですが、うん、そこでは磁気探査の調査を近く行うと言ってましたからこれ、やっぱり昔ごとではなくてですねやっぱり現在進行形のリスクがあるということで万全を期してほしいですね安全に、うん、国も対策を講じているということですが、はいはい、関西でも空襲があったエリアというのはあって今も地中に埋まっているかもしれない。心配に思っている方も 加藤さんいるでししょうしね,そうですねあのやっぱりこう宮崎空港での一件があって以降ですね、はい、この不発弾に関する通報というのも増えているそうなんですね、うん、でただこれ地中からだけ見つかるのではなくって、うんうん、実はこう遺品整理の中で例えばおじいさんの荷物の中から見つかるとかですね、うん、あとは倉庫の中からこう出てくるなんてこともありえるんですよねです実際にだからもしかしたらそういう似たようなものを見つけるっていうことがあった場合はですね、うんうん うん、もう、あの、ぜひ緊急性がなくても、うん、あの、警察に通報するですとか。はい、あとは、まあ、陸上自衛隊に尋ねるとか、そういったことをしてほしいという話です、ねうん。そうですね。お住まいの自治体などに連絡するということもしていただけたらというふうに思います。そこを原稿です。明日のポイントは何ですか。この高気圧に注目です。今日の知りたいに、前作、前進。今入ってきたニュースです。